はいどうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。本日は東京ディズニーシーに来ています。最近の東京ディズニーランド、ディズニーシーって気温が下がってきて、こういう暖かいパーカーとかの格好になってきているんですけど、本日は東京ディズニーシーで食べられる熱々ホットなパークフードを何品かご紹介していこうと思います。少しだけ季節先取りなんですけど、よかったら最後までご視聴ください。はい、ということでリフレッシュメントステーションでポテトチュロスを購入しました。今回の C の撮影ってあったかいメニューなんだけど、ポテトチュロスって前も僕チャンネルで紹介したんですけど、7月頃にメニューがリニューアルして、ポテトチュロスの中にデミグラスソースが入っているので、今回はポテトチュロスのデミグラスソース味をレビューしていきます。うん、食感は前と一緒でもちもちしてるんだけど、真ん中にデミグラスソースがたっぷり入っています。前のポテトチュロスって少ししょっぱかった感じがあったんだけど、新しいポテトチュロスは中にデミグラスソースが入っていて、ちょっと甘めな感じがします。デミグラスソースだから小さなお子様でも食べやすいかもしれないです。外側はポテト食べているような感じがして、中はもちもちしていてお餅を食べている感じに近いです。フランビーニでペンネシーフードのバジルクリームソースを頼んでみました。お値段850円です。はい、それではペンネいただきます。今このキャストさんが、キャストさんが渡してくれた時にバジルの匂いが今もすごい来てます。香りがバジル、本当にすごい。爽やか、グラタン食べてる感じだね。クリーミーですね、うん、バジルがちょっと苦いんだけど、クリームソースでまろやかになってる感じがする。海鮮の旨味がたっぷり引き出されている感じがします。男性だったらちょっと物足りないけど、女性だったらちょうどいいくらいなように感じました。あとは気づかなかったけど、ベーコンもちょっと入ってるね、これ。
セバスチャンのカリプソキッチンでシーフードクリームのカルッツォーネを頼んでみました。公式サイトと少しだけ違って、実物がピンク色の線が引いてある感じがします。今手に持ってみたら熱々です。それではいただきます。生地がもちもちしていて、中の具がクラムチャウダー食べてる感じに近い。ワンコインくらいの金額でお手軽に食べたい人向けな感じがします。熱々、美味しいね。あとは貝殻のシェイプになっているから、セバスチャンのカリプソキッチンでよりアリエルの世界観が体験できるなと僕は思いました。ということで、東京ディズニーシーで食べられる熱々メニューを3品食べてきました。美味しかったです。今回自分が食べて美味しいって思ったのはポテトチュロス。リニューアルしていてデミグラスソースが、あの前のポテトチュロスがすごく好きだったから、あー変わっちゃったのかって思ったんだけど、デミグラスソースが入ってまた別な味、マイルドな味になっていて、とても美味しかったので、これはリピートしたいって思いました。他にもホットなメニューでカフェポルトフィーノにグラタンブレッドとかもあったんだけど、なんか海鮮海鮮海鮮って続くのも動画としてちょっとなと思ったのと、あともう一個あって、公式サイト見てたらまだホットメニューってそんなに始まってなくて、クリスマスから始まるみたいなので、もうハロウィン終盤なので、またハロウィン終わったらクリスマスも始まるので、たくさんパークフードの食レポもしていければなと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。